チャールズ・コシロ・チバナは、ブラジル・サンパウロ州・サンパウロ出身の日系人柔道選手。階級は6 6ラム級。4 8ラム級のガブリエラ・チバナは、いとこにあたる。柔道は、兄の影響で3歳の時に始めた。2007年に、北京で開催された世界団体では、決勝で日本チームに敗れたものの2位となった。2008年に、 東京で開催された世界団体では3位だった。2009年からは階級をそれまでの6 0ラム級から6 6ラム級に上げた。しかし、ブラジルのこの階級には世界選手権で2年連続銀メダルを獲得したレアンドロクーニャがいたためにロンドンオリンピックには出場できなかった。2013年には7月のグランドスラムモスクワをはじめとして 国際大会で3度の優勝を飾った。8月には地元で開催された世界選手権に出場して、準決勝では海、追い沼正を指導1でリードするものの終盤に合わせ技で逆転負けした。3位決定戦では、福岡正明に袖釣り込み腰をかけると、それが一旦は一本と判断されるも取り消されて、技ありに訂正された。 その後、外狩りで、逆転の一本負けを喫して恋に終わり、メダルを獲得することができなかった。11月のグランドスラム、東京では、決勝で工場地事に指導1で敗れた。2014年には、パンナム選手権で優勝すると、世界ランキングの1位に躍り出た。しかし、世界選手権では2回戦で敗れた。2015年のパンアメリカン競技大会では、優勝を飾った。 2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、初戦でエビ沼に敗れた。アイフ世界ランキングは619ポイント獲得で26位。60kg 級での戦績 66kg 級での戦績。ありがとうございます。